旧丸の内ビルジング建て替え工事中の様子丸の内ビルディングは東京駅にほど近い東京都千代田区丸の内2丁目に所在する三菱地所保有のオフィスビル。通称丸ビル。なお、大阪市の梅田にある名前通り円筒形の丸ビルとの関連はない。1923年、桜井小太郎の設計で東京駅前に丸の内ビルジングが建てられた。 昭和戦前期で最大のビルであり、東洋一のビルと言われた。オフィスビルの低層階を一般客に開放し、ショッピングモールなどを展開する形態も、丸ビルが日本においては先駆的に導入したものであり、近代的なイメージから1929年に発売された歌謡曲、東京行進曲など多くの歌や小説の舞台にもなった。 当時を代表する巨大な建築物であったことから、建造物の大きさの比較単位として、丸ルビル何配分などと引用されることもあった。親しまれてきた旧マルビルは、日本建築学会が1997年に保存要望書を三菱辞所に提出していたものの、三菱辞所はこれを聞き入れず1999年に取り壊され、2002年、 新しい丸ビルが竣工したが竣工した。丸ビルの建て替えにあたっては、隣接する三菱商事ビルと合わせて、都市計画の特定外区制度を活用し、都市計画の指定要積率を超える大規模構想化を行った。なお、三菱自所はこの他にも同社が丸の内に所有する6棟のビルを順次建て替えを進めているが、その中の東京ビル、新丸ビル、 丸の内パークビルディングは大手町丸の内有楽町地区に指定されている都市計画の特例容石率適用区域制度を活用して東京駅赤レンガ駅車敷地における未利用分容石率の一部を分割して各敷地に移転してきて各指定容石率を超える高層大規模建築化を図っている江戸時代には備前岡山藩松平家の屋敷があった ありがとうございます。